やってきましたズーズーワンダーランドの時間です。この番組は沖縄こどもの国に関する旬な情報をお届けいたします。リスナーの皆様からの沖縄こどもの国に関するご意見疑問、動物たちの面白い情報もお待ちしております。メッセージの宛先は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。また FM コザではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもどうぞお楽しみください。ツイキャスも連動していますので、皆様からのたくさんのコメントお待ちしております。ズーズーワンダーランド、この時間は公益財団法人沖縄こどもの国の提供でお送りします。今週のお相手は FM コザミミリーと、こどもの国ゴヤとタカゴンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミミリー久しぶり。12月の1ヶ月ぐらい来てないんで、はい、この、ね、復帰して初めてなんですよ、うんうん、一緒に番組を。いやもう今久しぶりにこのミミリーの生声聞いてもう、はい、感動してます。おかえり本当に。ただいま、ね、今もうあの心の中でハグしてます。本当ですか、うん、もう死にハグしてる。死にハグしてる。いやいやいや本当に、ね、よかったです。また一緒に頑張っていきましょうよ。う、早速挨拶コメント届いておりますよ、うん、ルドルフさんから、はい、はいさーい、はいさーい、こんにちは、ゴヤさん、子供の国の皆さん、皆さん今日も楽しく、高子さんも忘れないでね。はい、よろしくお願いします。はい、ということでいつもありがとうございます本当に。うん、すごい顔見ただけでゴヤさんって分かってんだね。有名人じゃないですか。どんだけ。あのライオンさんが、あ、そうそう、入ったんですね。ありがとうございます。それではもうコーナーに入っちゃいましょうね。こどもの国インフォメーション。このコーナーは動物園内でのイベントからワンダーミュージアム、チルドレンズセンターの旬の情報を紹介するコーナーです。おーい、チルドレンズセンターの読みがめちゃくちゃ滑らかになってる。練習してたな、はい、だいぶ滑らかに言えるようになりましたね。チルドレンズセンターね、うん、チルドレンズセンターがね、言えないんですよなかなか。死にスムーズだった今、うん、さあ、ね、はい、うん、ライオンさんの話からがいいかな。そうです ね、リトルスさんがライオンさんが入ったんですねということで。そうなんですよ、ね、うん、今日新聞漁師、うん、はい、掲載していただいておりますけども、うん、昨日ね、はい、発表があって、一般公開がありまして、はい、歓迎セレモニーがあったようですが、セレモニーがあって、ね、お、なんかやってますね。何ですか。あ、やってます。ねえ、ちゃん昨日いただいた、うん、ということは昨日ミミリーも行けてない。来てないんかい。あのセレモニーが始まるときはちょっと生放送をしていて、うん、ははそれで、なるほどね、はい、別のスタッフ、いや、ミクが来てました。はい、ミクちゃんに行ってもらいました、うん、あの子供たちがあのセレモニー参加してくれて、はい、はい、もうめちゃくちゃ盛り上がって、うんうん、かっこいいですよ。アルーシャ、アルーシャらしい、うん、実はまだ私見れてない見れない。行ったんじゃなかったっけ。見れてない。行ったのに会えなくて、なんだろう、このいるなっていう香りだけ。なるほど、なるほど。香りはできたんですか。あ、うん、なかなか強烈なね。いるなっていう、はははあの獣臭が。そうそう、ね、うん、なんか男の子なんかオスってそれがなんかやっぱすごいのかな、うん、あ、ね、6歳そっか6歳6歳、うん、もうなんかかっこいいってみんなが言ってるから、うん、早く会いたいんだけど。6歳って人間でいうと成人ぐらいなんですかね。まあ飼育係が言うには、うん、まあ、20代ぐらいと。お、今日の新聞にも載ってましたけど、はい、うん、それぐらいということで、もう全盛期ですよ。いけいけですよ。いけ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 、うん、いいですね。新しい仲間が加わったということでございます。そうなんです、ぜひ見に来てください。もう本当にかっこいいですよ。うんうん、うん、ね、ね、
さあということで、はい、インフォメーション、はい、ね、続けていきたいと思います。お願いします。じゃあ、今日はワンダイミュージアムから、ね、はい、行きたいと思います。高子お願いします。はい、ありがとうございます。新しい年が始まって、ワンダの方でもこの鳥年にちなんだ、もの結構やっています。工作キットの店チョッキンとペッタンの方でも新しい商品が出て、今正月からですね、はい、出ていて、鳥年にちなんだやつですね、結構出ていますよ。お正月ビーズストラップ、っていうことで、ヤンバルクイナを自分でビーズストラップを、あのビーズを並べていってストラップにできるってオリジナルのものだったりとか、あとは人気のビーズストラップ、そうです、そうです、そうです。あとはあの、袋、やっぱね、あの幸運を呼ぶって言われたりするので、袋も自分で並べたりできますので、これちっちゃい子でもお父さんお母さん あのお隣でちょっとこぼれないようにとか手伝ってくれれば十分いけますので、今年のもしかしたらお守りにもなるかもしれない。鳥年、そうですね、ビーズストラップもやっていますし、あとあのデコバードバッグ、デコバードバッグ、うん、高子さん今ドヤ顔しました。言えたと思って言えたと思って、そんな難しくないだろ。これいつも言えないの、全然言えないの、デコバードバッグが言えなかったの。なんかの、はい、オリジナルのあのマイバッグ、うんうん、にフェルトとかでを使って可愛いあの鳥のモチーフを自分でペタペタ貼って、はい、持つこともできますので、それも行っていますし、うん、あとですね、これ個数限定なんですけど、福卵、福卵、福卵、はい、あの世の中福袋がありますよね、うちは福卵、なるほど、ということで、ということは、うん、いろんな、楽しい工作キットが入った、はい、3種類今売り出し中なんですけど、うん、飛ぶっていうあのちっちゃい通がついて飛ぶっていうキットと、はい、謎キットでしょ、おうおう、飛ぶ、謎キット、はい、キットと、あと変身福卵、変身、はいはい、あとくるくる福卵、なるほどっていうのがありますので、それにあのそれぞれ、2つから3つの、はい、その言葉にちなんだ、なんとなくわかりますかね、うん、なんか楽しそうな雰囲気はある、だからそういうの入った福卵、すごくあのかなりお買い得、ね、なるほど、中身は言えないわけだね、あ、うん、あの出てますよ、うん、あ、出てるの、出てるよ、うん、あのね、最近はね、福袋中身見える、ね、見える福袋、うん、あのなので例えば変身だとすると、うん、今ミミリさんがつけてくれてるような、じゃじゃーん、そう、うん、仮面、仮面変身図仮面、はい、うん、ある社に変身もできるし、好きな別のものにも自分で変身できますので、うん、その通貨面だとか、あとフェイスペイントセットが一緒に入っています。はいはいはい、これで500円おでしょ、これはかなりなお買い得ですよね、でしょ、うんうん、でくるくるセットに関してはあのコマなんですけど、はいはい、それもあの回すとちょっとこれは科学的な実験にもなるような、なるほど、色の実験になるような、なんかその錯覚かなるようなコマのが6枚セットだったかな、入ってるものが2セット入ってるんだっけな、うんうんうん、だったっけな、とヘビコマっていうのがあって、はいはい、これでやってみてからお楽しみなんですよ、うん、ヘビコマっていうのも入ったものもありますし、あとは気になってるでしょ、飛ぶセット、はい、飛ぶ、うん、飛ぶのやつは、うん、あれはなんだっけな、ぐにゃぐにゃだこ、ぐにゃぐにゃだこ、はいはいはい、結構飛ばしやすいぐにゃぐにゃだっこだも入ってるし、紙飛行機も入っていてっていう、なるほどね、いいセット、相当入ってますね、そうなの、うん、なのでこれ個数限定です、それぞれ、うん、ですのであのぜひお早めにお越しください、いいですね、でまた、うん、なんやかんや言ってる、ルドフさんから福卵、福卵、ありがとう、かわいいでしょ、うん、パッケージも可愛く作ってますので、うん、はい、はい、ぜひお越しください、で、うん、って言ってたら節分来るじゃないですか、はい、節分来ますね、もうね、もうなんか早いけど節分来るじゃないですか、うんうん、っていうことで1月の16日、はい、明けた月曜日かな、うん、からは鬼さんと追い払うんじゃなくて友達になろうっていうことで、なるほど、鬼友達お面、鬼友達お面、ほうほう、友達になれるのは鬼さんのお面を作ろうっていうキットも、なるほど、自分も鬼になると、友達になるためね、友達になるためね、誰かにかぶせてもいいんじゃないかな、なるほど、友達になりたい人に、はいはい、ということで鬼友達お面のキットも出ますので、うん、これからもまだまだたくさんたくさん出ていきます、ぜひいいですね、チョキとペーターお越しください、で、うん、お面も上等だよね、これ、ね、上等、これとっても上等、ね、これほんといい
の、あのいい感じも、ね、今度つけてきますよ、うんね、ミミリの持ってきますよ、わかりました、はい、友達になろう、友達になろうという、他にもある。あのさ、ごめん一個だけちょっとさっきアルーシャのところで言い忘れたこと、これ言わないとあの今ラジオ聞いてる大君梢さんにボコられるんで、はい、ですね、車の中で聞いてるから、聞いてます、聞いてます、梢さん今から言います、はい、アルーシャなんですけれども展示場があって、はい、後ろに寝小屋があるんですけども、うんうん、今寝小屋に自由に行き来できる状態になってます。そうですね、うん、まだあのちょっと来たばっかりなんで、こう慣れるまで、うん、そういうアルーシャにとっていい環境にするために、うんうん、寝小屋にも自由に行ける状態になってますんで、はい、来てももしかしたら見れないこともあるかもしれません、うん、しばらくそういうちゃんと慣れるまでは、はい、そういう風にやりますんで、うんうん、はい、ぜひご了承ください、はい、皆さん、うん、見れたらラッキーです。昨日もずっと出てましたんで、はいはい、見えるチャンスはいっぱいあると思いますんで、はい、お願いします。小手さん言いましたよはい、じゃあ続けてワンダーミュージアムの、はい、言えたね、忘れてないもん、はい、よかった、大丈夫、危ない危ない、命の危険を感じた今ちょっと、はい、じゃあはい、ワンダーミュージアムのね、引き続きいきますよ、他のプログラムお願いします、いきますよ、はい、で皆さん楽しんでもらって森の変身スタジオっていうのあるんですが、そこもお正月バージョンで、はい、すっごい可愛い着物が出てます。もう可愛いし、男の子の袴みたいなのもあるので、もうほんと可愛いの、うん、そうですよね、うん、みんな子供っていいね、うん、パンツ一枚で本気モードの着替えができる、脱ぐ脱ぐ本気モードの着替えみんなしてくる、ね、可愛くて、なので、ぜひ変身が大好きなお子様がいたらお越しください、はい、ということで、うん、ということで実は明日、はい、明後日から新しいワークショップ私始めるんですけど、お来た、そう、タカゴンの不思議ラボ、うんうん、はい、鳥の羽の不思議っていう、鳥の羽の不思議、そう、鳥年だからね、やっぱね、はい、で鳥の羽って皆さんたくさん見たことあると思うんですけど、うん、実はよく観察すると、はい、不思議いっぱいかくれんぼしてるですよね、っていうことで、うんうん、実験というよりか今回は観察に力を入れようと思っていて、虫眼鏡だったり、はい、実体顕微鏡を使ったり、顕微鏡を使って、おー、鳥の羽どんななのっていうのを自分で発見してもらおうと思ってますので、なるほど、これも、年齢問わずです、はい、明日明後日の土日11時半からと1時半からと3時半からの、はい、3回、うん、だいたい20分から30分ぐらいぐらい、もうすごい大雑把だけど盛り上がったら30分ぐらい、ほほほ、はい、止まらなくなったら ね発見が、はいはい、っていうのがあったりしますが、だいたい20名ぐらいかな入るのはと思ってますの です、ね、はい、はい、不思議が大好きなお友達ぜひいらしてください、ね、こんなのこんなの、うん、あ、そうか、ついてさって見えるかな、こんなの、はい、見えるかな、これは何の鳥でしょうか、これシロハラっていう鳥さんなんですけど、はいはいはい、の 羽が綺麗に並べられてる、片羽のを並べたやつなんですけど、よく観察すると、ね、一枚一枚実は違うっていう、ね、ものも分かってくると思うし、うん、あとこれこれ、はい、これ出せばいいか、これ昔子供の国に住んでいた、はい、インコ、はいはい、すごい綺麗、綺麗な羽ですね、紫と黄色の羽、そうそうそう、インコの羽なんだけど、これつながっても、ミミリさん見える、つながってるでしょ、え、本当だ、バラバラじゃないの、切るでしょ、ほら、ね、ラジオだけの方はね、何度かって思ってるかもしれないですけど、ね、羽がくっついたり離れたりしました、これちゃんと飛ぶために必要なものだったりするらしい、私もまた勉強中なので、タカゴンと一緒に、うん、ちょっと一緒に今 の、 あのごちゃごちゃっとしたところがワンダメジャムに行けばそうそうそう、自分でできる、発見できると、うん、自分でできる、うん、そう、何残っちゃってね、うん、なってるかもしれない、こうミミリさんが今驚いてくれたような、はい、発見が一緒にできればと思ってますので、ぜひお越しください、いいね、うん、でしょ、いいですね、そうでしょ、じゃワンダメジャム大体こんな感じかな、はい、 CM 行きます、 CM 行きますか、はい、ですね、メッセージが届いてます、 あ、 ありがとうございます、お名前はですね、匿名希望さんですね、ラジオ
初めてメールします。ありがとうございます。ラジオネームがまだ考えられないのでナナシでお願いします。はい、ナナシさん、ライオンの記事今日見ましたよ。ありがとうございます。結構大きかったですね。大きいですよ。ハルーシャ君、うん、見に行きたいと思います。うん、あ、ぜひお願いします。お待ちしています。172キロありますから。大きい、大きい、大きい。びっくりした。稀勢の里ぐらいありますもう今ね、かそう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 、今やってるからね。 2.5 メートルぐらい。はい、うん、大きいですね。はい、ぜひ見に来てください。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいです。まだまだメッセージもお待ちしております。それでは一旦 CM です。ズーズーワンダーランド。さあ、この時間はズーズーワンダーランドをお送りしております。まさかの生放送中に、指示の電話が、はい、お電話が、いやいや、総務課の課長が電話ありました。課長、課長、はい、アルーシャの件で、アルーシャを、アルーシャを見に来たと、はい、いうことをゲートで伝えてくれたら、はい、先着でステッカーをプレゼントいたします。やった、はいはい、これ特典ですから、うん、はい、アルーシャを見に来ましたとゲートでぜひ伝えて、はい、いただいて、オリジナルの、ね、限定のステッカーになってますんで、限定ステッカー、はい、ステッカーゲットしにぜひ来てください。欲しいですっていう電話が今、これいつまでだっけ、生放送中にありましたね。これいつまでだっけ、先着、はい、もうなくなり次第終了、ね、ってことですかね。はいはいはい、また今の情報が違ってたらまた電話来ると思います。おすみさん、違うかったらお電話ください。はい、ということで、ゲートで、はい、先着でプレゼントがありますんで、入場ゲートの方で、はい、アルーシャ見に来たよ、はい、と一言言っていただければ、はい、お願いします。はい、ステッカーをいただけるということです。もう少しインフォメーションがあるんですよ。はい、子供の国、本当にもう鳥年ということで、うん、いろんな鳥にちなんだプログラム、うん、はい、いっぱいやってるんですけども、はい、チルドレンセンターの方で、うん、身近な野鳥ということで、うん、沖縄ミルク発見講座ということで、やってるんですけれども、その中で、身近な野鳥、野鳥観察会と木工ものづくりということで、野鳥観察して、木で、はい、小鳥のシルエットを作るっていう、プログラムをやりますんで、うん、1月21日土曜日で、これ今申し込みを、うん、受け付けております。はい、でこのプログラム自体は1月21日土曜日7時から12時、うん、で定員が20名です。料金が、500円。はい、で、チルドレンセンターにお申し込みください。講師は、池村さんというマンコ水鳥センターの方を講師にお招きして、開催いたします。はい、ということで募集今、受け付けておりますので、あと数名ということを聞いております。うん、お早めにお申し込みください。で、あと一つ環境センターっていうところがチルドレンセンターの中にあるんですけれども、はい、その中でブーブーって今、違う あ、違った電話来たと思ったら違いますね。エコアクション21、はい、講習会、うんうん、ちょっと難しいんですけれども、環境マネジメントシステム
の講習会ということで、はい、エコアクション21とは ISO14001 の会員版として環境省が推奨している環境マネジメントシステムです。難しい難しいっていう感じのね、はい、多分今ちょっとそれに興味がある企業団体さんとかはおっピクッと反応してると思いますんで、はい、うん、エコアクション21の、うん、説明会講習会ございますので1月19日木曜日14時から15時半、うん、チルドレンセンター2階近所真由美市を先生をこう講師に招いて行いますので、これも今申し込みを受け付けております、はい、うん、はい、チルドレンセンターまで、お申し込みください。はい、さあインフォメーションはあとは今週末科学の鉄人、科学の鉄人先生ずっと告知させていただいてると思うんですけども、うん、はい、いよいよですね、いよいよやりますんで、これ絶対来た方がいいですよ本当に。いいな、うん、行けないんですか高木さん、鳥の羽の節、ああそうだ同時開催中、そう同時開催中です、うん、ね、うん、本当にでも本当に、ね、うん、もうね、対象になってる子はぜひ、ね、今回またすごい面白いネタいっぱい今度申し込みが、チャレンジャーの皆さんが、はい、ね、ネタを揃えておりますんで、うん、はい、もしこれその場で審査するんですよ、うん、その日本一の鉄人を決める、すごいですよね、審査を子どもたち大人たちこの審査員がこの会場で、うんうん、その場で審査するんですよ。へ、過酷なこうバトルなんですけど、はいはい、それが今週末、なんと入場無料やったやったねということでありますんで、はい、ただちょっと事前、うん、ね、事前に子供の国に、申し込みをしてください。はい、はい、電話でもまた当日の受付も行いますんで、子供の国、科学の鉄人1月15日、うん、日曜日コザ運動公園で12時半からやりますんで、はい、ぜひお越しください。はい、うん、うん、運動公園体育館ですよね。そうです、体育館でですね、そうです、はい、はい、したということですね。インフォメーション以上です。はい、うん、29日にあと1月29日に名護サイエンスフェスタっていうこれもまたでっかい科学イベント名護の21世紀の舞台館でやりますんで、はい、はい、これも楽しみにしていてくださいね。はい、はい、わかりました。すごいね、今、うん、ダダダダと、そう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 、たくさん情報が、ね、もう本当に鳥年っていうことで、そう、はい、鳥関係多いよね、本当にガンガンやってますね、ね、正月から、うん、うん、ワンダでもね、やってましたよね、お正月2日から営業させてもらってますけど、うん、2日3日に特別プログラムということで、新春、うん、鳥のように元気に、お、初泣き大会、初泣き大会、初羽ばたき大会を実施しました。うん、え、これは可愛いでしょ、うん、ちゃんのほら歌合わせ会とかあったよね。ありますありますあります。この初泣き大会は誰が泣くんですか。それはもう、うん、来てくれた子供たち、子供たちが地声で、あ、いや、地声だったかな、もしかしたら鳴りきってた子もいるかもしれない、うん、はいはいはい、ぐらいなんですけど、もうほんと最初、はい、実はちょっとだけ心配してて、うん、みんなの前で声出すって結構緊張するじゃないですか、はい、うん、大人の人でもね、はい、私たちみたいに慣れてるんだったら、うん、ね、でいくらでもね、先週やってましたね、誰かがね、そうそう、いくらでもやるんだけど、ね、やっぱり子供たち大丈夫かなと思ったんだけど、なんかこの新春からやっぱり声を出そうみたいな、はいはい、元気に過ごそうよ今年、うん、みたいなところも含めて、うん、初泣き大会、なるほど、で、まあ新春なんだ、初めに鳴く鳥といえば、うん、っていうことで、朝一番に鳴く鳥、なるほど、ミミリさんなんかもう思い浮かべます、ニワトリ、そうそうそう、ニワトリなんて鳴きます、コケコッコ、そうなのでもちろんなんで考えたの、いや、わかんない、ボケをしたのよ違う、もしかしたらちゃんと思い浮かべたかもしれない、なるほど、ケッケーケッケーけにしようか、ちょっと迷ってしまいました、今でもそうそう、それ見てもいいかなと思ったんだけど一応ね、わかりやすくコケコッコかなということで、うん、みんなにこ、ニワトリに変身してもらって、うんうん、元気な声で、うん、コケコッコと鳴く、おで、もちろんただ大きな声出すだけじゃなくて、みんなに元気とかを届けようと、うん、いうことで、うん、ワンダの中でやりました、うん、すごいたくさん集まってくれて、うん、思った以上に、もうみんなコケコッコーっていうの、
と思うでしょ、うん、であの実はあのその時はタカゴンじゃなくてな確かトリゴンっていう人がいてトリゴンと鳥太郎くんが、うんはいはい、あの司会をしてたんだけど、うんまあまあはい、普通は博士ね、うん、鳥太郎くんその時になってやってたんですけど、はいはい、鳥太郎くんから、はい、外国ではコケ国交じゃないらしいって情報も得て、はい、そうなんですよね。なんだっけ続けたいところなんですがそろそろエンディングでございます。なんだってそうそう子供たちもこれで泣く子もいてマジか。あーメールも来てますよ。七七さんから172キロってすごい、そんなに大きくなるんですね、ステッカーいいですね、もらいに行きたいと思いますということです。ぜひお越しください。ありがとうございます。さあもうエンディングに参りますよお時間が迫ってきました、はい、すごい皆様まとまられてあるんだな、うん、最後までお聞きいただきありがとうございます。ありがとうございます。引き続き FM コタでお楽しみください。ここまでのお相手は FM コタミミリと子供の国ゴヤとタカゴンでした。皆さんまた来週、それではさよなら。クックドゥドゥドゥ